Good morning and welcome. I'm not going to speak for very long. それでは、今からですね、インターナショナルワインチャレンジ酒、ゴールドメダルウィナーズを、これにて発表させていただきます。まず最初は、普通酒部門、ゴールドメダルは、梅錦秀逸、次に金醸造部門のゴールドメダルを発表させていただきます。次、純米部門の、ゴールドメダルを発表させていただきます。特別純米酒、大長川、備前酒造本店様、2番目、酒造業様、以上6銘柄になります。次です。純米大吟醸ジョッパリ花思い、六花酒造株式会社様、その次です。ボン日本の翼、では、前段に出ていただいて、全てのですねゴールドメダルの酒を、試飲していただきたいと思います。いや、ご質問いただく際はご所属とお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。審査会をご依頼でも全体の感想と、あと今日のお酒の感想を教えてください。The very famous rice, which is the center of the sake industry. 次はトロフィーと、それからチャンピオンを目指して。Good. Then I look forward to having your sakes in the next competition. 皆さん、それではここでですね、審査員の皆様ご起立いただきまして、江戸知事と兵庫県の皆様に感謝の意を表し、大きな拍手をお送りください。第10回 IWC 酒部門の審査会をこの兵庫の地、奈良の地でやる。 From the Governor, Mr. Massini Nakano, President. Success of the competition. 乾杯。乾杯。いろんなお酒作りの関係者の皆さんにご協力をいただいて、このような会が、審査会が無事、終了することができました。本日はインターナショナルワインチャレンジ2016受賞酒発表会及び祝賀会にお集まりいただきありがとうございます。江戸知事は
テーブルの上の日本酒を空にされました。大変楽しい前向きのお話をされました。私ども日本国政府といたしましても日本酒を応援しています。日本酒ジャッジの10周年の、トロフィーを発表させていただきたいと思います。9つのカテゴリー別に一番のお酒を選んでおります。日本酒有限会社渡辺酒造店様でございます。南部美人株式会社南部美人さんでございます。出羽桜出羽の里出羽桜酒造株式会社様でございます。純米吟醸青木酒造株式会社様でございます。天野と純米大吟醸35浅間酒造出羽桜大岡吟醸酒出羽桜酒造株式会社陸八仙大吟醸八戸酒造株式会社永久の輝き宮下スパークリング酒ジョン土佐酒造株式会社酒造蔵の皆様本当におめでとうございました。